こんにちは、心臓誠です。えー、っと、<laughs> ありがとう。今日今から僕が話すのは、自分が中学を、中学の3年間をかけて作り上げた、しょうもない悩み、そしてそれへの自分なりの気づきです。僕は小さい頃から絵が好きでした。で、それは今も続いていて、今は絵というより、ものづくりに変わっていきました。自分で服を作ってみたり、友達と映画を作ってみたり、こんな顔ですけど、お花が好きで、お花を生けてみたり、稼働も始めました。 で、そんな僕は昔から絵が好きで、でもそのおかげで弊害もありました。字が読めなかったんです。小学校に上がる頃、母親が僕にひらがなドリルを渡してくれました。ひらがなドリル。字を覚えて社会に順応しろって。そのひらがなドリルには正方形のマス目がいっぱい詰まっていて、そこに字を書け、ひらがなを書け。僕はもちろん反抗して、そこに全部自分の絵を描いて、オリジナルの絵を描いて、丁寧にも全部違う絵を描いた。でも 母親は怒ったんですね。字を覚えろって。社会に順応しろって言うんです。僕は意味がわからなくて、全部絵を描いて。しかも字も読めない。なんて不条理な世界なんだって。そう思いました。で、そうやって小学2年生に入ると、僕は字も読めるようになっていって、漢字も読めるようになっていました。するとまた今度母親が、またいらないプレゼントをくれたんですね。漢字辞典です。しかも難読漢字辞典。今でも読めないような漢字がたくさん並んでいて、それを僕にプレゼントしてくれた。 でも今度は僕はそれを美しい。そう思って今度は言われてもないのにそれを書き写す日々。そんな日々が始まりました。小学2年生、こんな日々。すごい楽しかった。でも、ある事件が起きたんです。ある日、小学校の校庭に消防車が何台も現れてびっくりしました。で、先生は僕たちに言うんです。逃げろ創作部のではなくて静かにしなさい。描けって。どういうことですかそう。 写生コンクールでした。消防車の絵を描けって言うんです。炎天下の中、小学生に何時間も手が汚れるクレーンを持たせて何時間も描かせるんです。で、しまいには僕は晒し物にされて、みんなの前でその絵を表彰されてしまいました。すごい恥ずかしかった。みんなの前に出させれて。でも同時に、自分は絵がうまいんだって、そういうふうに自信を持って、絵が描くのが楽しくなりました。自信を持って。で、そうやって順調に過ごしてきた小学生なんですけど、いつの間にか、 中学生になってししままいました残念ながらその中学生の頃は本当につまらなかった社会に順応してしまったんです前の子たちに合わせることそれを強要されて自分はそれがすごく嫌でどん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 孤立していってみんなはグループで遊んでるでも僕はそのグループに入りたくないから一人で絵を描いて寂しさを埋め合わせるために絵を描いていましたどん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 絵を描いてそしたら想像力がふく膨らみますでもその想像力が膨らみすぎて ある日、目をつぶってしか見れなかったその世界が、その綺麗な世界が現実の世界にも現れるようになってしまったんです。ある意味、自分で幻覚のようなものを見るようになって、で体もだんだん痛くなってきて、痛くもないのに、何もしていないのに、右足が痛くなって、そんな日々、中学校も卒業が近づいた頃、本当に異変な、ある異様なことが起きました。いいつもみたいに、 行きたくもない学校に通って受けたくもない授業聞きたくもない先生の声を BGM にしながら楽しく声かきをしながらそうやって授業が終わってホームルームの時間になったんですホームルームの時間突然体が動かなくなって座ったまま体が動かなくなってホームルームが終わって掃除の時間ですみんなは机を横に置けて掃除を始めますでも僕は体が動かないからその机に座ったままでどうしたらいいのかよくわからなかったんです そして掃除が終わってみんなが教室から出て行って家に帰って僕は一人で教室に残されてで突然泣き始めたんです学校に行くのがもう限界でした体は動かないしでも涙がボロボロ,ボロ,ボロ,ボロ出てきてそのまま2時間ぐらい泣き続けてもう本当に学校に行きたくなかったそんな辛い日々でしたその暗黒の中学校を抜けて僕はやっと高校生になりました今僕は高校3年生なんですけどその今通ってる高校 その入試の時に名前より先に落書きをしたその高校に入りました高校に入ってだん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 日々が楽しくなってきて自分も何かやってみたいそう思ったそう強く思えるようになったきっかけがありますそれはある男のスピーチで17歳の時に見ましたそのスピーチを見てから僕は毎朝鏡の方に行って鏡の向こう側に尋ねるんです君は今どんな顔してる何がしたいどうありたい今日がもし最後の日だとしたらどんなふうに過ごしたい そうスティーブ・ジョブズのスピーチです、スタンフォードの、その3つ目の話が僕の心に強く響きました。自分は何をしたいのか、そればかり考えていて、彼も同じように考えていて、あの偉大なスティーブ・ジョブズがそういうことを考えていて、ああ、みんな同じなんだなって、自分の悩みは自分のものだけじゃなくて、みんな思ってる、あの偉大なスティーブ・ジョブズも思っている、そう思って、日々が過ぎていって、ある日、やりたいことをやりなさいという言葉に出会いました。 やりたいことをやりなさい。すごいシンプルですごいいい言葉やりたいことをやるそしたら絶対人生が楽しくなるなって想像しました想像力があるからでもやりたいことが分かんなかったやりたいことをやりなさいそしたら人生が楽しいでも僕はやりたいことがないそしたら人生つまらないそう僕の人生を否定されました同時にでもそうやって否定する前である日その言葉を素直に受け止める時が来ましたやりたいことをやりなさい自分の今やりたいことはそのやりたいことを見つけることなんだって そう気づいてやってみるっていうトライを始めましたそれを象徴するのがこの写真です友達はこれを泡の壁と呼びました作ったのは幼稚園の頃に使ったようななんかお湯戯械で輪っかと輪っかをこう鎖のようにつなげてそれをこう花材のようにしたそれを壁に貼ったんです特に何かを表しているわけではなくて見ている人になんだかいいなってそういうふうに思ってほしかったんです 昔から一りぼっちで僕は何だろうな寝ながら上の天井を見ながら木の木目を見たりそして壁のシみを見ながら何かいい形があるとそれを微笑みながら想像してそういうふうに雲の形を切り取ったように何かこの形を見て想像して何だかいいなって思ってほしいそういうふうに思って作品を作りましたそうやってトライしようと思った時にこれは文化祭の時に作ったんですけど最初僕は一人でこれをやろうと思っていてでも一人では これ結構3メートル3メートルぐらいあるんですけど結構大きな作品でなかなか自分ではできないんですだから友達に頼らざるを得なくて友達を最初5人ほど読みましたそうしたらまたその友達が友達を呼んでくれてまたその友達が友達を呼んでくれて最終的に50人もの人々が僕のこの作品に他の作品にも手伝ってくれたんです50人もの人々が中学校の頃はずっと一人でいた僕が50人もの人を集めることができたそれは大きな驚きでもあったしそして感謝し そして自信になったんです自分のやりたいことをやっていいんだってそう思えるように50人もの人が僕のことを協力してくれる助けてくれるそして同時にあることに気がつきました中学生の頃なぜ僕があんなふうに思っていたのかなぜあんなふうに鬱憤を持っていたのかそれは自分がやりたいことをやっていなかったそしてその理由は自分が嫌いだったから自分が癒やしいと思っていましたその時は自分が癒やしいから自分のやりたいことをやってはいけない自分はこんな人間だからやりたいことをやってはいけないそうやって自分に禁止を与えた でもこの作品を通じて僕は自信を持って自分にやりたいことをやってもいいんだよってその許可を与えることができましたそうやって僕はだんだん自信がついてきてある日あの忌々しい中学校に復習してやろうと思いましたある日中学生がその学校に通うと校門の周りにきったな落書きがしてあるそして中学生があこれ綺麗だなって思ってくれたら素敵だなって何でもない一日が僕の落書きでその子たちが喜んでくれたらいいなって この話を中学校の頃の本当に少ない友達に話してみて2人でやることにしました。これです。電柱の上から撮りました。すごい楽しかった。朝3時に、深夜3時に目覚ましで起きて、チョークを片手に友達と2人であの忌々しい中学校に登校して落書きしちやったんです。そしてだん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 楽しくなってきて他にもやろうと思いました。学校って書いてあります。 先ほどお話をされていた古賀健太さんの学校です。僕もそれに運よく参加することができて、その嬉しい気持ちを伝えたいなと思って、先輩、後輩、みんなに伝えたいなと思って、学校を作りました。この学校、実は教科書でできています、教科書で。去年、震災がありました、それに対して僕は何かやりたい、そう思って団体を立ち上げて、まず教科書を集めてみたんですね。遠くに何かででききるるること高校生もできるもの身の身回りにある教科書を集めて 送ってみることにしましまたでもそれは残念ながら叶うことができず学校に置い,てお置いた希望になりましたでもこうやって使うことができたスティーブ・ジョブズも言っています点と点がつながる瞬間だってそれが叶いましたそしてそうこうしているうちにまたあの文化祭の時期がやってきました去年は計画性がなくて友達を呼んでしまっただから今回は計画的に進めようそう思って順調に進んでいましたけど文化祭2日前進んでいたのはわずか10%ぐらい全然進んでいなくて でも友達に頼ろうとも思わなくて。でも頼らざるを得なくて。友達にやっと2日前に頼んだんです。ジュース1本で。ジュース1本で僕には1日手伝ってくれる友達ができました。中学生の頃は1人もいなかったのに。そうやってできて10人で。でも全然終わらなかったんですね。10人でやっても1日や。それであることを思いついたんです。深夜の学校に忍び込もうって。絵画教室です。深夜の絵画教室。やってもいいのかなって不安に思いながら やったら絶対楽しいだろうなそう確信して深夜の学校また3時にみんなで集まりました受験生が深夜の3時に勉強会をするわけでもなくてお絵かきをしにシャーペンを持つわけでもなくて色鉛筆を持ってその色鉛筆真っ暗だからその色が何色かもわからないでも書いて書いてみんなで書いてでだんだん朝が近づいてきてその線の塊にだんだん色がついてきました見えにくいかもしれないですこれなんですねすごい下手くそな絵すごい下手くそな絵 でもこの下手くそな絵っていうのは僕には描けない僕はもっと上手い絵を描いてしまう絵を描いてるからでもその深夜の学校に忍び込むそのアイディアで普段は絵を描かない人を集めてこういった面白い絵を描くことができた人を巻き込むことそしてその巻き込むアイディアによって全然関係ない人を巻き込むことそれを学んでこういった面白いものを作ることができました僕は中学校の頃全然やりたいことをできなくてで高校に入ってみてやりたいことをやってみたんです そしてそれがうまいぐらいに自分一人でできる範囲を超えてくれて人を巻き込んで人に助けてもらわなきゃいけなくなってそういうふうになってどん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 ん自分に自信がついてきてやりたいことをやってもいいんだってそうやって自分に許可を与えましたやりたいことをやってもいい許可皆さんも鏡の前に行って訪ねてみてください自分が何をしたいかどうありたいか人生最後の日をそしてその最後の日までの日をどう過ごすか答えは返ってきません自分で作るしかないんですしかしかその言葉に 許可を与えてみてください。素直に従ってみよう。その言葉を素直に受け止める許可をぜひ与えてみてください。ありがとうございました。